ストはこの方。皆さんこんにちは、プロゴルファーの片山慎吾です。お疲れ様。一回が、うん、あ足使うよね。使いますね。なんかそんな気がする。だからか。うん、あともう一個が多分シーズン始め一日目ですから。そうそう。ブーツがね。痛い。私も結構ねシーズン始め、うん、ブーツ履くと一日目の本当に3本はもう。ブーツってこんな感じだったかみたいな。もう膝下が僕じゃない。あ、僕じゃない。あ、違う人になっちゃった。違う人になったね、これ。だいぶ今ね、ぎゅうぎゅうに締め付けられてますから、はいはい、もうこれがね、もうちょっと滑ってくるとだんだんこう足が慣れてきて。そうなの。こう慣れるんですよ、不思議なことに。そのうち慣れてくると。でも体の中は汗かいてるの、あったかい。あ、本当ですか。うん、結構多分気温的にはかなり寒いんですけど、今日、はい、すごい汗かいてるな。今たまわりなんかできましたね。あれできてんのかね。あ、できてますよ。あ、そう、うん、リズムちゃんと細かく刻めてて、はい。ただこれ急斜面になるとね、また。いや、できない。前なんかすぐできない、ね、それが多分壁だったと思うので。そうそう、うん、頑張ってきます。はい。
態度よくわかった。うん、態度よかったですね。おへそ移動させる重心移動ですね、あれが。ゴルフと一緒だ。すごい、1日でだいぶ技術が進みました。というよりもめちゃめちゃ疲れてる。ヘトヘト。おへそ疲れた。今日はこのぐらいです。おきましょうか。一回休憩させて。休憩します。休むのが大事ですね。へそと足首をつなげるとポジションが定まってきたそうです。今よかったんじゃないですかね。最後ね、うん、みくちゃんのね言葉からこう入ってくることってやっぱり大きいんだよね。へその意識と足首って言われてることをこう2つを意識したら、はい、すごい乗りやすくなった。今日一、今日一、うん、さーやったー。ありがとうございます。お腹も下がる、足首曲がる、うん、お腹もちょっと上げていく、足首も上がるみたいな。すごい。それのさらに重心を入れていくと、うん、もうなんか乗っかり感が全然違う。すごい分かりやすかった。お腹の下げ方、足首だけ曲げようと思うと意識が近いって。そうなんです。横だけになっちゃいますね。うん、こっちがなんか動かなくて。そうそうそう、うん、でもお腹を入れることによってちょっと遠くを見れるようになって、リズムがこうなんかすごい合うような。そう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 。スキーされてる方はレッスンとかで言われてるのが、あの足首膝関節を均等に曲げましょうっていうのを多分言われると思うんですけれども、それがうまくハマった感じがしましたね。はい、意識の仕方、言葉の、ね、入れ方で分かりやすい感じがしたのかな。同じことでも、うん、ハマるハマんないってあるからね。そうですね。そう、首、膝、股関節を曲げてくださいって言ってもね、なんかね、たまんないというか。そう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 、だからそういう意味では、うん、今のはドハマりしました。うん、よかった。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、嬉しい。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、やっぱねゴルフもそうだけどスキーも教わんなきゃダメです。いや、ゴルフもね絶対教わった方がいいんですよ。私もそう思う。はい、でもねこうやって教わると、ああこういうことねっていうのがすごい分かったんで、うん、これを参考に、これからまたスキーを楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、